殺したくなる気持ちもわからないでもないけどね。でもこれは、ドリーム文字？嘘。失われた4番目と14番目、それに22番目の文字まで。しかし相変わらず汚い癖しね。オリジナリティあふれる魔法ゲームのつもりかしら。間違いない。これはホームクルス。そうだ。あなたがやったんでしょ。変わってないって言ったのはあなたでしょ。じらされるのは嫌いなの。賢者の石です。あれを手に入れたんですよ。マジ？メール、あなたは私のホムンクルスを持ち出しましたね。それを返してほしいんです。あいつが？まあ、殺したくなる気持ちもわからないでもないけどね。全体から魔力が。壁面に特殊な文字が刻まれてるの。でもこれはドゥーム文字？嘘。失われた4番目と14番目、それに22番目の文字まである。どういうこと？でも解除されてるわね。こんな巨大な塔の存在次元をずらして隠すなんて、あいつ一体どれほどの力をつけたのかしら。
現実なんてつまんないわ。夢を見続けられるなら、私はずっと眠っている方を選ぶ。オーディンはもともと力の弱い神でした。その彼がなぜ神々の王となれたのか、メルは疑問を持たないのですか？まあ、言われてみれば少しはね。人間は不完全な存在です。逆に神はその存在自体が完全体。つまり神は成長を遂げることがないのです。ですが、オーディンは違った。ハーフエルフだから。そうです。人間の根血ゆえに彼は人間と同じく成長するという力を持っていたのです。だから最終的にあらゆる存在を凌駕して王の座につくことができたのです。
ここからが重要なのですが、神はエルフという器を用いて自らの存在を人間界にとどめようとしたのです。大樹を守るために。繰り返さなくてもいいって。つまりそれは神と人間の魂は等価な存在であるということの証明であり、人間の魂が逆にエルフという器に入り込むことが可能だということにもなるのです。他人に乗り移るってこと？ホムンクルスが何からできているか知っていますか？エルフと人間が半々。そうです、ホムンクルスとハーフエルフは本質的に同じ。もしも自分の魂がホムンクルスの肉体に宿ったなら、私は神になれるかもしれないと。私と共に行く気はないか？私が？あなたと？そうだ。我々に協力すればビフレストもユグドラシルの研究も可能になるだろう。いいわ。私はあなたについていく。第一、それしか道はないわけでしょ？その通りだ。餌で釣るようなつまらない真似はしてくれなくてもいいわ。ま、あいつの前に化けて出てやるのも一興だわ。
子供にまで心配されるなんてどうかして。でもいつまでこうしていられるんだろう。また置いていかれたら俺どうしたらいいかわからないから。子供にまで心配されるなんてどうかして。でもいつまでこうしていられるんだろう。
私は魂を選定する。戦乙女バルキリー。でもその姿は。私と共に行く気はないか。お前には生きる権利がある。でもクレアをこのまま置いてはいけない。それならば